気だよね。すごいです。初めて来ました。初めてなんですね。初めてです。2人がいるのは柳橋中央市場。朝一番はたくさんのトラックが行き交います。今名古屋駅周辺にはたくさんの高層ビルが立ち並びますが、名古屋駅から歩いて5分という一等地に100年の歴史を誇る魅力ある地域資源があるんです。それが柳橋中央市場。何が売ってるかは知ってる？いや全然わからないです。じゃあ今日はこの柳橋中央市場の全てを知る男に案内していただきましょう。丸中食品センターの安藤社長です。はい、どうも安藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。柳橋中央市場にある丸中食品センターを管理するのが安藤社長。愛知県はね、特にあの伊勢湾と三河湾という全国でも有数の漁場があって、鮮度のいい魚が産地市場で仕入れたものをダイレクトにここへ持ってくるので、だから名古屋駅から歩いて5分のこんな便利のいいところで、漁港と同じようなクオリティの魚が手に入れることができるから、東海3県のお寿司屋さんとか料理屋さんとかホテルのシェフとかハイクオリティの食材を必要とする人たちがここに集まってくる。それが皆さんのような一般の方たちでも買えるということなんですね。初心者でも安心、市場での買い方楽しみ方を教えてもらいます。スーパーと全然違うなと思うのは、はい、パック詰めしてないよね。だから買いにくいといえば買いにくいわけです。でも例えばハマグリ1個からでも買えるし、キンキも1匹から買えます。ちょっと待った、ここで疑問。これさ、何も値段が書いてないから。何も書いてない。例えばこの箱の横にはいろんな情報が書いてあります、はいはい、例えば今ホッキ貝がこの中に入ってるんだけど、整数で14って書いてあるよね。で下は小数点で 5.0 って書いてある。はい、この数字が意味するものは、整数のこの14というのはこの箱の中の数で、 5.0 というのはこの箱全体の重さ。つまり14個を5で割ると1キロあたりの個数が分かります。だいたい1号とか2丸とか3丸ってお店の人が教えてくれるんだけどこれ何かっていうと、はい、1キロあたりの単価が1号だったら1500円、2丸だったら2000円。この場合1キロ1000円だとすると3個で1000円ということなんです。他にも例えばここにハマグリ 1.8 って書いてあるね、はい、でスラッシュの K って書いてあるのは1キロあたり1800円ということになるわけ。そうするとこのハマグリを例えばナナちゃんが私3つぐらい欲しいわ、水木さんが5つぐらい欲しいわったら8個を取り出してそれで重さを測る。そうすると例えばそれが 800g だったら 0.8、0.8kg でしょ、はい、0.8kg かける1800円ってやるとその価格が分かる。慣れてくると大体そういう風に見方が分かってくるんですね。そうです。その他にもケースには魚の産地が記載されていることも多く、その魚がどこからやってきたのかを知ることができるんです。ここは諸崎から来てる魚屋さんなんだけど、本当に諸崎、愛知県の諸崎の漁港のところで仕入れてきたものが、地のお魚屋さんだ。地のお魚屋さん、あそこの水槽にはまだハモとか、今ハモ、カワハギ、ヒラメ、コチぐらいですけど、カワハギ、ウマヅラハギ、ウマヅラハギ、マダイとかはここに、ね、20枚以上泳いでる。魚って、マイって数えるんですか？魚屋のイメージだけど、まあ、開きたい魚ってマイ、はい、長細い魚はポン、ポン、マダイとかヒラメはマイ、マイ、スズキ、サワラ、アジとかはポンだよね。ポン、タコだけで例外で一杯勉強に、ね、はい、こうやってお店の人とこう会話のキャッチボールをするっていうのが楽しいでしょ、はい、楽しい。で、市場の人たちも忙しいとなかなか相手ができないんだけど、はいはい、ちょっと手の空いてる時を見計らって声をかけると優しい人が多い。朝一番は魚を卸したりプロの料理人などが行き交うため店員さんは大忙しなので、朝8時から9時頃に訪れるのがおすすめです。続いてはマグロの専門店へと、いきなり気になる商品を発見。500円ですかこれ？500円、え、税込み？結構大きい。これはもう25年ぐらい前からもうずっと消費税が上がろうがないしようがずっと同じ値段でやってるんで、500円で。正直儲けはほとんどないです。ほとんどない。ないです。でもこういうサービス精神で
巨大なマグロをさばくときは刀のような包丁を使います。6時前に訪れると大迫力、解体ショーも見られますよ。と突然ですがここで問題。各都道府県にはその地域のシンボルとなる県魚が定められているんですが、愛知県の県魚って何か知っていますか？わー、車エビ。めっちゃ勢いが飛んで、実はこれね、ここにねハートがあるんですよ。あ、本当だ、ここだ、ここ、はい、愛知県のラブが背中にあるから。そうね、水揚げ量も多いし、それだけ県も力入れてる。高級魚で知られる車エビですが、私たち素人も買いに来ていいんですよね。一匹から売っていただけるんですよね。それはいいね。他にも野菜やお肉、海苔などさまざまな美味しいものが集まる歴史と魅力にあふれた柳橋中央市場、ぜひ足を運んでみては。